横山さんはこれを学生の時にトラバンドやってたという。やってました。すごいですね。すごい子ですね。高校の時に高校の時にはさ、横山さん。はいはい。高校の時には。高校の時です。ああ。大した高校で、ジョージ高校っていうところかもしれないですけど、ね。冗談はさておき。いよいよあと2曲になってまいりましてですね。非常にこの順番なんてか、なんかすごい緊張してきたんですけど、とにかく大丈夫かな。ちょっとまた飲みますね。緊張をほぐしたいと思います。トシちゃん頑張って。おお、ありがとう。こういう温かい声援が本当にありがたいです。では次がですね、嘘つきケイティというケイティライドというアルバムがあるんですが、その中のドクターウーというですね、ちょっと変わった、まあ全部変わったアルバムばっかりなんですけど、これはウーなんだかな、あれどこになったんだけど、当時このさっき出てきたウォルター・ベッカーというギタリストが、まあ、ロックバンドの言葉に漏れず麻薬中毒になってしまいましたですね。非常にその治療に悩んでた時に、アメリカのそういう東洋医学のウー博士っていう先生のところに治療に行ってたと、そういう題名ですけど、中身は全然違うんですけど、そのケティという女の子の名前が出てくるんですが、そのケティと麻薬とっていうか、なんかそういう三角関係みたいな。そういう不思議な曲なんです。まあ何でも不思議なんですけど、そういうだから、ケティライドっていう兄弟のアルバムですけども、ケティライドっていう曲はなくて、このドクターの中にケティトライドとか、ケティ、なんだったかな、ケティライズかっていうのが出てくるんですね。この歌の中にその題名ではないですけど、歌詞の中にケティが出てくる曲です。ではドクターを動いていただきます。
最初の1970年のキャントパニアスリーです。